明けまして、おめでとうございます。今年も調整屋さんは、真心を込めて、皆さんに喜んでもらえる商品をお届けするわね。いらっしゃいませ。どう晴れ着でお出迎えって、縁起が良さそうじゃないこうして、年が明けて、みんなが来てくれるのは、調整屋さんにとって、 嬉しいことだわ。ソウルジェムを初いじりしてほしいのは誰かしらさ、前に出てちょうだい。はぁ、あ、はぁ、あ。ごめんなさい。急いで縁起物を買ってきたのよ。商売繁盛にはあやかりたいじゃない初詣には行ってきた 神様にお願いをするのもいいけど、ちゃんと感謝もしないとね。だって、こうして生きているだけでも素敵でしょもう外は夕方なのね、はあはあ。なんだかお正月ってのんびりしちゃう。調整屋さんにおこたでもおこうかしら。 そろそろ店じまいの時間かしら心配しなくても、お正月限定商品は、ちゃんとみんなの分を用意してあるわよ。あお正月の間は、三たま神社って名前にして、魔法少女にお守りとかを売れば、これはいいアイデアかもしれないわね。怒られるかしら 今年も調整屋さん、頑張らせてもらうわね。いい夢を見たのかしら。たくさんイメージが見えるわ。新しい年、どんな巡り合わせがあるかしら。今しかない出会いがあるかもしれないわね。 去年は感じなかった反応何かが変わった晴れの日を通じてあなたに変化が起きたみたいね。